Thank you.
それではお話を伺ってまいります。改めまして山岸選手、チーム勝利、そして WOM 受賞おめでとうございます。ありがとうございました。本日の試合を振り返っていかがでしたか？今シーズンのリーグ戦が今日で最後ということで、とにかく全員で出し切ろうということで試合に臨んで、しっかり勝つことができてよかったと思います。はい、まさに今日が V リーグレギュラーラウンドの全試合最後の試合でした。今シーズンはどんな1年でしたか？やっぱりいい時もあったり悪い時もあったりしたんですけど、とにかくこうして最後全員で勝って終わることができて、すごい良かったシーズンかなと思います。はい、おめでとうございます。そして山岸選手、バレーボール女子日本代表、日の鳥日本の登録メンバーにも選出されました。おめでとうございます。ゆっくりする間もなく練習もあるとは思いますが、代表選手選抜、そして代表試合へ向けての意気込みをお願いいたします。しっかりと自分の力を出し切れるように、こういろんな方とやる機会があると思うので、コミュニケーションを取って自分の持ち味を出せるように頑張りたいと思います。はい、期待しております。ありがとうございます。以上、勝利しました埼玉アゲオメディックス山岸茜選手の勝利者インタビューでした。おめでとうございます。ありがとうございました。